長森大地は、地方競馬の高知競馬場、蔡賀正光旧社所属の騎手である。地方競馬教養センター騎手家庭第80期生。2004年9月29日付で、地方競馬騎士免許を取得。同年10月10日、高知競馬第1競争ミラクルオンアイスで、初騎乗。同年11月28日、高知競馬第2競争を、KSRE で優勝し、 初勝利。2007年6月10日から8月13日の間、金沢競馬で短期騎乗を行い11勝を挙げる。2009年7月4日から9月27日まで、福山競馬場で期間限定騎乗を行う。福山での所属は、檜山龍二郎級者。2010年3月14日。 第19回高知競馬2日目第6競争 E 級2組条件戦を KS 新予式で優勝し、地方競馬通算200勝達成。2011年10月14日、高知競馬第10競争黒潮曲歌賞をリワードレブロンで優勝。これが初重賞制覇となった。2015年6月28日高知競馬第7競争を男の日祭りで優勝し、 地方通算1000勝目を挙げた。2020年10月11日高知競馬第7競争愛媛道後特別をマイネルトゥランで優勝し、地方通算2000勝を達成している。ありがとうございます。